はい。ご飯食べながら、食べながら、この間募集した質問のを回答します。うん、お答えしようと思います。じゃあまず相手のここにキュンキュンするってエピソードを教えてください。キュンキュン。キュンキュン。キュンキュンか。はい。うん、あれだ。調べ物をしてくれると。だいたい全部頼ってる。それキュンキュン。俺はね、あのだけ。え、俺はそれなんだけど。え、それキュンなの？俺はね。ほう。もういい。わからんとか、うん、ヘルプだっていうなんか自分の中のヘルプワードを言ったら、だいたい調べてくれたり、うん、ああじゃあこうじゃ言ってくれる。ああじゃあこうじゃ。キュン。ここにキュン。かな。面白いね。これ多分共感する必要ないけどさ。だろうね。特殊だと思うね。でもそれキュンなんだって思って。キュンだよ。まあいいことでしょ。うん、いいこと。よかった。俺はありがちかもだけど、重いものとかをさって持ってくれる。あれあれ。うん、それかな。さってあの軽やかな感じ。うん、あ優しいなって思ってお願いします。うん、かな。相手のことにキュンキュンするエピソード他は何かあるかな。うん、なんか要所要所では知ってると思うんだけど、言葉に出そうと思うとね、うん、思い出す時がないからさ。あ、そうね、ふとした時だもんな。そう、大体ありがちなキュンキュンは逆に何。あ、危ない。あ、今日もあったじゃん。ちょ、赤じゃん、信号。あ、いや、あれ、わかんない。あんなのか。危ないのよ、そう。なんか、車運転してて、俺ちょっと。あ、わかった。言ったよね、これね。わかった、わかった。助手席乗った時に、急ブレーキを、こっちがしました。そしたら、ちょっと真似していい？そうそうそう。急って。何も言わずに、あ、ごめん、大丈夫、みたいなことをやったときに、はっ、なんか、かっこよ、みたいな。そうね。そう。ってなると俺、キュンが少ないかもしれない。なんか、やってる側。俺がキュンとしてる、キュンとさせることをしてないってことだ。あ、そういうこと？で違うよ。忘れてんだよ、俺やってるけど。次。はい。出会ってから今日までで一番嬉しかった言動、電話、メール、お手紙などの言葉だったり態度だったり教えてください。まあこれもうすぐ分かる。これもこれ分かる。そうだね、もうあれだもんね。まあ一回言ってくれても、うん、はい、どうぞ。広島なんね、最後東京に行くってなった時に手紙をもらったとに一番嬉しかった。え、まさかこの短い期間でそこまで長文が書けれるんですかっていうぐらいの長文の手紙をもらってから、え、めっちゃ嬉しいと思って、しかもプレゼントまでみたいな。確かにあれはもう嬉しかったね。そんだけ、まあ濃厚だったのは確かだってことだよね。俺はそれかな。え、ちゃんと撮ってる？当たり前じゃない。当たり前。ちゃんと分かるところに置いてる。え、どこ行ったとかなってない？めっちゃ分かりやすいところ。でも、え、なんかな、一番でしょ。俺もさ、遠距離始まるときにあまりにも早いタイミングでこっち来ちゃったから、うん、出会ってから、うん、3ヶ月、4ヶ月くらいのタイミングでも離れちゃったから、うん、で、正直俺はもうなんか、それで、ね、関係が終わるのは嫌だなっていう思いもあって、その気持ちを手紙に乗せたみたいなところがあるのね、うん、そうで、なんかこっち来てなんかしばらく経ってからさ、あのタイミングでさ、正直さ、もう無理って思ったやろって、離れた時点でもう関係終わると思わんかったって聞いた時に、うん、いやって、うん、言った、うん、そう、なんか、とかなく、いや、全然みたいな感じで返してくれたってことかな。その質問はね、俺的に不安だったから、うん、その時はまだ同棲するとかもなかったし、うん、そして学校に行くとかもなかったし、うん、もはや確か広島で学生やろうかなって話だったから、さらに会えなくなるかもしれないみたいな話の時だったから、正直なんかはどう思ってんだろうな、あんま言わんやん、そんな。だからなんか
どう考えてんだろうって不安になって聞いたことに対してその会社が来たから、あ、いやめちゃくちゃ安心したし嬉しかった気がする、うん、当時を振り返ると。なるほどね、うん、です。よけいこ、一番愛情を感じるときはいつですか？愛情を感じるとき、ハグん、お腹に、なわけないじゃん、胸がお腹にくっついてる、あれは何、不快感普通のハグだね、俺は。やはりハグはストレス軽減にもなる何それ、俺じゃなくてもいいじゃん。違う、そうじゃない、愛情なんだから、愛情愛情表現の一つですから。一番愛情、愛情を感じるときでしょ。言えないこともあるから、ピーピーのとき、それじゃダメだから。あとなんか日常的に、あ、なんか一番なんか大切にしてもらってんだろうって感じるのは、めちゃくちゃ話聞いてくれるときかな。俺結構いろいろ言うじゃん、なんかこういうことがあったよ、ああいうことがあったよ、仕事のこととか、うん、なんかピーチコパーチコ喋ってるじゃん、うん、それをね、うんうんって優しくずっと聞いてくれるところときに、あーって、それってなんかさ、大切にしな気持ちがないと育ててできないじゃん、うん、多分どうでもいい人の話ってそんな聞かないでしょ。興味なかったら逃げるよ。でしょ？そう、俺もそうなの。人ってそうだと思うから。うん、それをしっかりと聞いてくれる時かな。うん、ありがとう。愛されてるなって。こちらこそです。はい。じゃ次の質問。お財布事情とは、生活費がこれでみたいなってこと？まあ同棲してるわけじゃないから、普段2人で過ごしてる時のお金のやり取り。ああ。かな、基本割り勘だね。割り勘、大前提割り勘、何でも割り勘、うん、だからなんか食材買いました、何かどこかでご飯食べましたっていうのは基本全部割り勘で、うん、基本いつも財布はトッシュが出してくれてお金払って、その後俺がペイペイで半額を支払う、うんうん、だね。そう、じゃあいつ決めたってなるよね。いつ決めた、そのルール。多分ね、ずっとじゃない、最初から、最初からなんだよ、うん、で、お金のことはルーズになるとあれだから、俺が言った、言った、お金のことに関してはシビアになるなと、うん、俺そんなかっこいいこと言ったそんな真面目な話したっけ。そっか、まあ、金銭トラブルはね、膝小座が起きやすいから。膝小座、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 え、膝小座でしょ、あ、それ膝膝、何膝小座間違えたあれ、今俺耳を疑ったっけ、膝小座かっこいいことで終わろうと思ったのに、そうね、膝小座ね、膝小座ね、はい、うん、本当に1日1回なんか突っ込んでる気がするけどツッコまれない、普段友達とかさ、職場の人とかに。俺だけこんなにツッコんでんの、ほんと優しい。みんな、あれスルーしてくれてんの、スルーしてくれてんだと思う。なんか言ってるこの人みたいな。そうなんだ。みんなツッコんだ方がいい。そうだね、俺が発端だったんだね。そう。でも大切だと思う。まあね。うん、なんか、ここは出すよ、とか。あ、そうそうそう。あんな、たまにあるけど、そう、それはね、まあ、そのなんか理由があってとかさ、そうそうそう、なんかまあどっちかが何かをしてくれてとか、なんか車出してくれて、遠くから来てくれてとかだね。そう、まあ、それもそれでさ、気遣いとして大切だと思うから、それもやりつつ、ただ基本的には割った方が、ね、本当に親しき中でもね、そこはちゃんとした方がいいと思う。そう、でなんかさ、カップルの人のさ、動画とか最近見てると結構あれだよね、なんかこう生活費を入れ合って一つの口座に入れて、それぞれ同じ金額、うん、で、基本的に2人で使うお金はそこみたいにしてる人が最近見てて多いなと思った。そう、だから同棲して、そしたら学生終わってお互い社会人だったらその方法でいいのかなと思ってる、うんうん、それが一番綺麗なのかなって、うん、家賃とか水道光熱費とか、あと食費、うん、2人の食費、うん、同じ金額入れて、うん、で、それ以外はもう自由、うんうん、それぞれのお金だね、うん、で、贅沢、としたら贅沢しようとしたら俺が健康する
あまりにも贅沢がひどかったらもうお小遣い制にするそれが嫌なら贅沢しない。では初キスはいつ？初日だね、だね初日です。初日だね、うん、俺が家に連れ込みましたです。です。え、でもあれ、俺勇気振り絞ったな。話しとれるけどあのさ、最初さ、ご飯食べ終わってその後どうするみたいな、あそこ緊張しないあ、その後どうする、うん、健全か健全じゃないかのこの分かれ道のよくある言葉のチョイスよね、うん、でもさ、あの時はさ、もうそもそもが合流したのが夜で、夜ご飯で、そうだね、10時前とかでしょ、だね。その時はどうするの？健全だった帰るのでしょう。いや、あの時さ、正直どうだった？なんか、これはもうしょっぱなこれでお別れはなんか嫌だなって思ったから思い切って江口来るって言ったんだけど、それ言われてどう思った？え、こいつめっちゃ尻軽って思った。いやじゃあ、なんかそこに対してそこで家に呼ばれても自分からアタックはしないつもりだったというか、お別に健全の終われないそれでもよしだったし、お真面目、そこまで勝つことないからだからでも俺も呼んだのかも。警戒心が、そうそう、安心感があったから。だって危なそうな人家に入れないじゃん、まあね、うん。まあでも俺は初めて免許証を見るまでも少し疑いの心あったけどだって分かんないじゃん、アプリで会った人とさ過ごすなんてさ、初めてだったからさ、分かんないじゃんどんな人か。だから俺年齢も名前も聞いたけど、その初めて会った日にその時に 100% は信じてないのに、なんかどっか行くときにレンタカー借りるときに免許証を出して、言ってたね、出してそこでチラ見して、あ、うん、ちゃんと合ってると思って、それで信用したかな。まあどう、家に来たとき俺財布隠したまあ取られちゃいけんとこもあるよ、どこに隠したんだったかな、ベッドの下かなまあでもそれ大事よ。そう大事。なんかあまりにもこうね、こう呼んでからこう幸せな気持ちのまんま過ごしちゃいけないよね、それは。結構警戒してて最初。懐かしい。なんかもうめちゃくちゃ多いね。立ち受けどっち？実は。立ち。で受けです。で、一旦大変なことになって。マジでさ、でもそれもしそうだったらさ、多分めっちゃびっくりすると思うよ、ね、だって圧倒的にそう見えないもんね。だね、うん、なんかその他のさ、その同性カップルの人見てたら結構みんなどっちだろうみたいな、なんかあるじゃん、うん、多分俺ら絶対そうとしか見えないんだもんね。立ちで、受けで、恥ずかしいって感じだね。だね。じゃあ最後の質問、質問、相談、相談、うん、自分は今学生でのんけに恋をしてるんですけど、やっぱりのんけに恋って叶わないんですかね。お二人を見て癒されて元気出して頑張ってるんですけど、どうしても叶う気がしなくて折れそうです。お二人は学生の頃恋などしていましたか？ぜひ恋バナを聞きたいです。年から答えますか？学生の頃の恋、年のバナは学生の時の恋愛話、正直でない、全く、うん、それはあれなの？だってそもそもこの学生時代恋愛っていうのに、例えばしたいけどできなかったじゃなくて、その恋愛自分の気持ちが正直低すぎて、自己肯定感が、うんうん、自信がなさすぎて、自信がなさすぎて、うん、勇気を振り絞るあれはなかった、うん、じゃあしたいけどできなかったみたいな、したいけどできなかった、うん、そっか。これはね、なんか正直俺自身がこのノンケンの人に恋をするっていう経験がないから、叶う叶わないっていうのは正直わかんないんだけど、じゃあ、うん、成功するための助言を考えてみよう、うん、じゃあ、あと自分磨くことじゃない？なんかさ、人間ってやっぱさ、ね、自分に自信があればアプローチできるけど、ちょっとでもなんか自分に自信ないとアプローチできないじゃん。さっきの当時の学生時代の自己肯定感が低かったっていうのと一緒で、自分の見た目とかが自分の中で満足いく、まあ、コンプレックスって人間誰でもあるから、それをできる限りね、なくして
自分で自分自信が持てれば同性異性とはやっぱり積極的にコミュニケーションを取っていけると思うんだよね。だから異性に対してでもこの自信ないといけないのに、さらにその同性に対してのアプローチ、相手がのんけってなったらさらに勇気が必要なわけじゃん。だからよっぽどやっぱりその自分を強くしないといけないと思うのね。そうだからそれは自分に自信を持つために自分を磨くっていうのは、今その質問者の方とそののんけさんとの関係がどうであれ必要なことだから、俺はそこかな。確かに、もしそこを思い切りたいんだったら、でもし今自分にちょっとでも自信のないところがあるのであれば、そこを強化するのはいいのかなって思う。確かに、あとあれだ、名前を呼ぶのはめちゃくちゃいいらしいよ、心理学で。下の名前、どっちでも下の名前ほど、こう親近感湧くらしいよ。認識してもらってるっていうあれになるらしい。でも確かにそれ分かるかも。え、俺それさ、俺に対して意識してやってる？全く。あ、そうか。たまにさ、あれじゃん、なんかありがとうってなって、ありがとうってやってくるじゃん。あ、もう無意識よ。まずはその人を理解することが大事だね。そうだね。あとは自分の容姿、容姿、まあ、磨くこと。そうそうそう、立ち振る舞いとかもそうだしね、細かいところ行ったり、そうだね、でも磨くことはあるからね。俺はだって、あれだもん、都市にアプローチするときめっちゃジム行ってたもん。だね。この初めてアプリからやり取りしてて、初めて会うってなったときに、ちょっと会うまでに焼きさせなきゃと思って、じゃないと会えないと思ってめっちゃ痩せたもん。ああね。それもね、結局は、痩せてなかったら思い切れなかっただろうし。まあね、何かこう自分に自信を持とうと思うと、自分磨きに走るの。でさ、俺の学生の頃の話してない、そういえば。あ、ちょっと俺の学生の頃ね、まずさっき言ったように農家の人に恋をしたことはない。でも自分でセクシャリティはどうなんだろうっていうのはずっとモヤモヤしてて、でもとりあえずストレートな状況でいなきゃみたいな感じで、とりあえず告白してくれたら仲良くできそうないい人だったら付き合ってみるんだけど、やっぱりなんか自分の中でそのセクシャリティに迷ってるところとかもあるから続かないんだよね。っていうのがずっと、結局だからそれで中高大で3回ともやっぱり1年ぐらい終わってる。だからなんて言うんだろうな、楽しい恋愛はしてないかも、そう考えると。なんか同性で、あ、なんかあの人いいなって思ったとしても、結局その時の自分はそもそも自分のセクシャリティを認めてない、分かってない状況だったから、そこにアプローチするとか恋をするとかのレベルじゃなかった。だからこの質問者みたいな悩みを持ったことがない。多分それ以前の問題だったかも。だからでもなんだろう、今そのさ、年を過ごしてて思うのは、その学生の時とか結局楽しい恋愛してこなかったけど、今はとっても楽しいのね。だからなんか学生って世界狭いじゃん。なんかその良さもあるんだけど、だから学生時代のその恋愛って青春じゃん、だからそれを味わえなかった自分はちょっと残念なところはあるんだけど、でも今実際30になって社会人で普通に生活していく中で、やっぱいろんな可能性があって、いろんな出会いがあって、で今幸せだから、なんか大人になればなるだけ、なんか自分のね、動き方次第でどんどん出会いも増えていくわけ。そうだね、行動の制限はなくなるね。そうだから今は多分モヤモヤしてていろいろあると思うけど、その中でしかできない。そうそうそう、だから今できることを散々なんか悩んで、経験だよ。そう、経験して、でそれがうまくいくもいかないも、多分30とかになったら学生時代、あ、なんかこういうことあったなみたいな思い出になるだろうから。確かに。そう、今だからできることを精一杯やって、まあ最悪できなかった、うまくいかなかったとしても、まあ10年後とか楽しい未来が待ってるかもしれないから、そこまで思い悩む必要ないんじゃないかなって。これはね、なんか人好きになるって素敵なことだもんね。まあね。じゃあ質問は終わりかな。終わりかな。質問してくれた方々ありがとうございました。ありがとうございました。また定期的にやるので。それかもう全然、あの、あ、なんかね、動画とか、そう、気になることがあったら DM とかコメントとかで、コメントとかでいただけたら、なんかタイミングタイミングでね、答える、うん、します、します。いつもありがとうございました。ありがとうございました。